この日本人は誰よりも宇宙に憧れ、誰よりも月に行きたいと絶望している。そんなにまでして月に行きたいの？お客さんにこういうのもなんだけど、月旅行って言っても旅のしおりには書いてあったと思うんだけど、月に着陸することもなく、ただただね、月の周りをぐるっと回って帰ってくるだけよ。いいの、そんなんで。それで100億もすんの、一人。ということで、ZOZO の社長を電撃退任した前澤社長の Go to the Moon 旅行、月面着陸するのかと思ってたら、月をロケットでぐるぐるってね、回るだけみたいです。まるで観光地をバスからだけ眺める、せわしない観光旅行のような感じみたいですね。しかも前澤社長、月旅行の前に1泊350万円で泊まることのできる宇宙ステーションにもね、行くんじゃないかと言われています。ちなみに宇宙ステーションまでの旅費は自腹で、ロケットをチャーターしなきゃいけないみたいです。でも宇宙ステーションなんかに先に行ってしまったら、その後にね、月旅行なんて行ってもしょぼく感じちゃうんじゃないでしょうかね。そして8人のアーティストは月旅行に一緒に連れてってもらえるんでしょうか。ただでね、気になりますよね。そんだけ。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる、むしろ卵かゆい桶つなげろ、ちゃんとケツの花の匂い、束の裏の匂い、臭い気がしてるだけ。でもね、なに、あのね、実はなに、あのね、のぐそ知ってもいいかい、この中に出す、あけずがかゆい、むしろ卵かゆい心。